でした。3のとこは拍手でしたが。雨降ってきた。わーわーということで皆さんおはようございます。いつも動画視聴高評価そしてチャンネル登録ありがとうございます。動画更新の励みになっておりますってことで、今日はですね4月3日京都サンガ FC とガンバ大阪の京阪ダービーパナソニックスタジアムアウェー観戦大阪遠征行ってきますってことで、気合はバチバチ入っておりますってことで、どうやら今日はねギリギリまで動画編集がっつりやってから大阪に向かうことになりそうですということで、今日はせっかく仕事休み取ったのにゴリゴリに動画編集やらないといけないという YouTuber の差がっていうところをしっかりケアしながらですね、皆さんに楽しい一日届けていきたいというふうに思いますので、今日もパナソニックスタジアム行って久しぶりの勝ち点3持って帰っていきたいと思います。今からこれを着てがっつり動画編集ブログ執筆やっていきたいと思います。やっていきましょう。子供たちを学童保育所に送り届けました。今からね動画編集ガチっていきます。動画素材だけでね247つ動画ありますので、もちろんここから取捨選択して編集していきます。パナスタ行くまでだいたい5時間半ぐらい動画編集ガチっていきます。もちろんパナスタ行くまでこれを今から来てガッチリ動画編集やっていきたいと思います。やっていきましょう。動画編集全然進まないです。一旦飯食います。納豆キャベツと味噌汁ひじきいただきます。はい、ということでダッシュでご飯食べました。全然動画編集進まないんで頑張ってやっていきたいと思います。レッツゴー。結局レゴランドジャパンの1日のカット編集とテロップ入れ始めっていう感じです。一本も出来上がりませんでした。大変だ。
はい、ってことで今回ね、本当はバンド仲間と一緒に試合を見る予定でした。でこのバンド仲間がゴリゴリのガンバサポーターで、まあ、普段はガンバサポーターゴール裏で見てるようなやつなんですけれども、さすがに一緒に見るにあたって俺そっち側には行けへんわと、ガンバ側には行けへんわって話をして、ただ友達はミックス席行くやったらせめてゴール裏に行きたいっていうことで、まあ、折衷案でサンガサポーターシートの下にあるカテゴリー6で見ることになりました。で友達がチケットを取ってくれて、結果的に友達が体調不良で来れんくなって、俺一人でこのカテゴリー6ので見るっていうことになりました。ほんでまあここはガンバ側の席になるんで、僕はサンガのグッズとか一切つけずですね、何もユニフォームを着ずですね、声を出しての応援も一切せず黙ってステルス観戦をしたんですが、サンガの選手を間近で見れたんで、まあ結果的には良かったかなというふうに思うんですが、まあなかなか緊張した試合観戦になりました。We'll be right back.
様です。結果はね、京都さんがガンバ大阪ともにスコアレスでドローでした。まあもう個人的な感想になるんですけれども、結論から先に言うと、いや検討してたんですよ。検討はしてる、みんな頑張ってる、マジで体張ってるし、最後の最後やらさへん、体投げ出してやってるし、カウンターもしっかり走ってるし、なんせこの雨の中、ピッチの状態悪い中、必死にボールをかけてんのは目の前で見てたんでめっちゃわかるんすよ。ほんまに選手は全員、監督もコーチも含めて一生に向けてやってたっていうのはすごくわかる、めちゃくちゃわかります。でも検討 OK の空気があるなと思ってて、これが例えば学生であったりだとか、子どものクラブだったりだとか、少年サッカースクールやったらよく頑張ったでいいと思うんですけど、やっぱり京都サンガ FC はプロのクラブなんで、どんだけ頑張ってもどんだけ検討したって言っても勝ち点がついてこなかったら J2 に降格しちゃうんですよ。降格しちゃうと今いるお客さんは離れます。僕前に J2 落ちる寸前のところからサンガを生み出したんですけれども、明らかにお客さん減りました。京都っていう土地柄もあるんですけど、やっぱり一流しか認められない、そういう意味では他の土地よりも特殊性があるんで、 J2 に落ちてしまうとお客さんも減るし、スポンサーも減るし、せっかく今 J13 年目、ようやくなんか京都スタイルっていうのが定着しかけてるこの状態で、どれだけ検討しても J2 に落ちてしまうっていうのは非常に危ない。そして検討した結果勝ち点取れなかったら降格しちゃうんですよね。確かにガンバ大阪めちゃくちゃ強かった。パスの質とか選手のクオリティスキルとか、明らかガンバ大阪の方が上だったんで、アウェーで勝ち点1を持って帰ったっていうのはプラスに捉えられそうなんですけど、逆を言えば決定機は少なからず4回はあったし、どこかでね決めていれば勝ち点3もぎ取れた。そしてガンバ大阪に今シーズン初黒星をつけることができた。そしたらもっともっとリズムに乗れたと思うし、もっともっと上の順位、それこそ史上最強の京都サンガ FC になれたんちゃうかなって思います。でこうなった以上は日曜日のジュビロ磐田戦、これマジで落とせないっす。絶対の落とせない試合になりました。もう何が何でも勝ち点3、検討してなくてもダラダラやってもいい、歩いててもいいから、検討してドローや負けるよりも勝ち点3、ほんまにそれが必須になりました。相手は J2 から上がってきたチームです。弱くはない、決してジュビロ磐田は弱くないし、相性も悪い相手やけど、もうそういう言い訳とかも一切なしで、シーズン始まってたった1ヶ月やけど、本当にここ崖っぷちやっていうぐらいの気持ちで戦ってほしいなと思います。ってことで、めちゃくちゃ雨降ってるっていうびっしょびしょでパナソニックスタジアム楽しみました。最後まで見ていただいてありがとうございます。帰ってお風呂入って速攻寝て、また明日5時に起きて朝活から始めます。日曜日絶対勝ちましょう。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。